じゃあ撮影始めるから挨拶から行こうか。来週のベテランチェです。コベです。サワです。もうさあ全然ダメ俺らの挨拶。挨拶はあ、いつもさこの挨拶してるやん。してるよ。来週のベテランチェです。カベです。コベです。おもんないわ。別におもんない。挨拶やから面白いからと思ってたやん。挨拶で笑かす時代が来とんのよ。第1回ちょんまげ小僧選手権。おお、見ただろ。見た。見ましたよ。挨拶が一番面白いチャンネルやろ。そう、挨拶の切り抜きでまずバズって登録者1000人とかやったのに今も100万人超えたんだな。えぐい。中学生6人で、その挨拶さここで流すことできるからちょっとできるモノマネというか、ああもちろん。それはヘビーリスナーですよ。バズってるもんね、ツイッターも。あれめっちゃ早かったよな。早かったよ。で俺登録者3桁の時から登録してますから。6人分ね、ま、俺らの挨拶と比べてどんだけおもろいかっていう。ちょまげ、どうもちょまげ小僧です。ナマズ、パンダ、右足、ボンジュール、イソギンチャックでーす。ひき肉です。おー、いやー面白いな。ひき肉の時の左手めっちゃ怖いな。怖っ。全部面白いな。緻密に計算されてる。これほんまそう。元のバズったやつは4人やんな。うん。ナマズ、右足、ボンジュール、イソギンチャックでーす。うん、ヘキリクです。これはすごい。この4素晴らしい。ローローハイハイで3のハイを超えてくる4のハメハイ、うん、気持ちいい。気持ちいい。すごい音楽。音楽やな。サビへのジャンプ台がある。普通の中学生やったらボンジュールイソギンチャクですをピークにしてしまいそうなところを、うん、一回溜めてイソギンチャクの時よりローでキレあるヘキリクですが最後に来るという、うん、綺麗な。ラスサビの前って一回静寂挟んだよ、うん、する、うん、あるある。その気持ちよさがある。名前も面白いし。あかんよ全然。ベテランチまだマシやけど、君ら壁とはって名前から取っただけじゃん。もうまあまあまあ、うん、中学生が笑いのためにひき肉を名乗ってんのにお前らは恥ずかしがって。ひきたくんとかの可能性あるよ全然。本名から取ってるやん。やっぱ自分捨てなあれぐらい。もう今日は全部変えよう。挨拶まず変えるし、名前も挨拶に合わせて変える。あいつらはだってもう名前変えたんやから。確かに。ずっとチャンネルを解明してたけど、挨拶がしっかり3人とも決まったら自然とグループには見えてくるかもしれない、うん、そうで挨拶履いててもいいしもちろん。だからもう俺らで挨拶慎重しよう。で切り抜いてもらってバズると。そう、うん、最高のメカニズムやん。であとあの編集な、バン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 みたいな、うん、あるバーンバ、うん、ーンってこれ止まんねん。引き肉止まんって。俺らも決まったらこの動画の最後で確定版の挨拶やって次回からもそれなります、うん、やってこう。ルール最小限決めとく。取らないと。基本はだから本家に近いというか、うん、ローかハイかというか、最初の人じゃなくてもグループ名はなんか誰かが言う、うん、時間来たら全員決めたやつやろ。前の人に合わせてちょっとアレンジとかもなし、うん、もう決めてた言い方で決めてたやつを言うっていうのを言ってってで完成するかどうか。むずいな。まとまりいいもんなあれは。あの4人の名前も面白さが波になってるから、うん、ナマズが高校生ぐらいのワードセンスで、右足が大人のワードセンスで、右足で笑うの大人やから、うん、で磯銀着が中学生の言うもんな、うん、で最後ひき肉が大学生ぐらいの言うこの気持ちいい高低差。気持ちいいな。全員同じワードセンスやったら飽きるからな、うん、だからテンションの上下だけじゃなくてワードセンスも上下させてある、うんうん、ナイスポエムも見せていかなあかんねや。そうだって磯銀着で一回舐めさせてその後キレあるひき肉が来るからおもろいからな、うん、そこも意識しながら、うん、ふわ挨拶ってチームプレーなんや。そう俺らは流してな。ベテランチです。壁です。どうです。いらんいらん。やっていきましょう。そんなやつあかん、はい、え、もう俺いけるで。うわどうしよう。オッケー、決めました。うん、はい、じゃあいきます。マグマのグラドン。優しさ。ドゥルルルドリルヘッド相川。ドリルヘッド相川か。どうだろうか。なんて、まんま？まあまあマグマのグラードン。あ、いいな。まあまあマグマっていうグループのグラードン。うん、あ、まあまあマグマはグループ名か。ちょんまい構造な。みたいな。で、グラードン。グラードン、うん。リーダーやから。マグマにリーダーがグラードン。優しさ。グラードン優しさ。かなりいいよ。俺は、ドゥルルルルルルドリルヘッド相川。誰やねん。めっちゃおもろいな。めっちゃおもろいやっけ。ドリルヘッドアイカだいぶええか。いやよかったな。ドリルヘッドアイカお前1個目からないの行くんや。すごいな。生き肉じゃなくて、うん、ドリルヘッドアイカ
動きと名前があるっていう形だけ一緒やな、うん、どうだろう。いや大好きやけど俺はかなり良かったけどな、うん、いいな。ドリルヘッド相川とか俺好きやねんな、一番俺が笑うタイプの。いいんちゃう結構。いや悪ない悪ない、ほんま絵のすぐできてまうかも、うん、マグマかな。ちょ曲げすぎた。最初やからちょっと一回ある程度近い方がいいかなっていう。いやさすがに2番煎じなのバレるで。あそう、マグマって言ったら うわちょんまいことのパクリ出てきたってなっちゃ う。じゃあ次席変えるから、次最初なる人はもうちょい最初アレンジしてもらうっていう形。うん、交換っていく。そうね、交代しようか。おお、うわーどうしよう。2番バッターや俺。2番は2番で大事よ、野球と一緒。2番も大事やな、送らなあかんからな、次に。俺はもういけます。あ、いける？俺もいける。いきますか。はい、コキ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 カルシウム、オスオス、テクノロジカル、約束はいらないわ、本能。あ、全然なかったなんか全員一緒じゃなかった、全員なんか拳出しちゃったモーションは難しいな。この世にあるモーションって少ないから。なんやっけ、なんて言った、ゴキゴキゴキカルシウム。もうだってパンチ出してるもんな、うん、で押す押す、テクノロジカル、テクノロジカル、約束はいらないわ、本能。本能の PV のガラス張るシーン、うん、全員じゃあこれだったら、うん、全然あかんやん。一番あかん、アクションむずいな。確かにだからひき肉のアクションってこれ新しいよ、うん、ないんだこれ、ね、アクションやねん、なんだか振りかぶるし、うん、これ面白いな、振りかぶるっていう、うん、じゃあ次は新しいアクションを、うん、そうね、アクションもあんねん、これここ課題やな。さっきのドゥルルルドリルヘッド相川は、うん、よかったもんドゥルルルがあんまり見えひんもん、うん、珍しいアクションだから、うんうん、ほんでアクションとひき肉別何にもあってへんねん。いやそうドリルヘッド相川はさ、ドリルヘッドやってたけどさひき肉は全然ひき肉の動きしてへん。ちょっとここやろうか、模索模索。いやそうやな、いっぱいやってちょっと、うん、めっちゃ難しいな。いきますか。いいですか。はい、パンパンパン職人山崎です。スピーカー革命です。なんか弱いな。2位までは良かったんちゃうかな。大事なのは3ってことが分かるな。このパターンでいくんやったらやっぱ3でもっと来てほしいっていう、うん、革命じゃな、うんうん、1、2は流しやね、これ実は。そうやな。結局3でホームラン打てるかどうかやね。本家がすごいのは3で1回こうこれがあって4やけど、俺は3人しかおらんから、うん、だから2が引くんやったら3はもう絶対、絶対、はい、とにかく3に強さが欲しいっていうことやな、うんうん、スピーカー、スピーカーはよかった。別になんか2ってあんま大事じゃないよ、つなぎやな、うん、でもさっきの優しさは思うか、2で引くのは面白い。まあ、1で引いてもいいんやろうけどな、7から入るパターン、うん、1引いたら2出てほしいし、ボンジュール、急ぎん着ですみたいな欲しいな、うんうん、今のはちょっとやっぱ良くなかった、うん、あかんかった、うん、もっと頑張る、うん、じゃあ交代しよう。はい、じゃあいきますか。はい、お願いします。いきます。よし、どうも筆ペンです。ハリチューよ、クイ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 宝島あーいいですねいいですねあ、いいな、親和性ないね。いや、よかったと思うけど。いや、よかったよかった。こいつだけ2個大喜利しなあかんよな。いや、3大事やわ。やっぱり。3がおもろないと。3で滑ったらそれ台無しよ。うん。もう一回復習する。よし、どうも。筆ペンです。ハリ治療。クイッ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 ク宝島いや、でもいいよ。流れもいい。流れもいい。うん。うん、ローローで来て宝島、うん、おお分かってきたな、やっぱ面白いわちょんまい小僧がすごいということを大認識、うん、そうやな。ほんで筆ペンと針治療一緒や筆ペンと針治療一緒いやでも筆ペンいいな、うん、筆ペン可愛いやろ、うんうん、まあ、チャンネル名はやから宝島やな。そうやな、今のやつ、今のやつ宝島の筆ペン針治療を宝島そうやな、挨拶の一番強いとこがな、うん、チャンネル名に欲しいからな。いいやん、いや、よかったよかった、いい、うん、いやいやいや、どんどんやってこう。俺も思いつきました。 OK、 行きましょう。カタ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 タン、エンターキー、久しぶり、初恋です、フィューンです。珍しいあっちゃー、あーレズかめっちゃ高速で動いた人です。
親和性がなければないほどいいのかもしれないそこにアクションとワードに。でも今のこの2人が多かったのも結果的に良かったというか最後短いから、いやそうずっと長いので来てでピューンです、ね、早く終わるって確かに今だよ5時ぐらいあると思ったもんな、うん、まとまりは良かったな。こういうパターンもだからあるんやな、大盛りパターンというか。2をちょっとでかくしてみた今回何やっ久しぶり初恋ですああそのボンジュールとかじゃなくて、そう挨拶の一旦挨拶場面を変えてみたい、うん、そうそうそう手の周りなんかなっていう。エンターキー弱いのとかも今のやとなんかいいよな、うん、エンターキーしょうもなくて、うん、なんか変なん来てスーンっていう、うんうん、ありかな、うん、よかったな、よかったよかった。キャラも分かれてるしな、エンターキーが多分ちょっと知的な感じで、うん、初恋がまあ結構まっすぐな感じ でレズが綺麗な感じで、うん、うん、ピョーンって何が早いねんいや、おもろい、おもろい、おもろい。なんか走り抜けるっていう。いいアクションやな。フィューンです。関係な。マジで、いっちゃん遠いやろな。まあ、いいな。早いレズやもんな。ここの距離も大事、うん。いいですね。素晴らしいな。レズって言っていいんかな、動画で。言っていいやろ。すいません。バカにするような意図はない。言葉として面白い。ひき肉で笑ってる時に別にひき肉をバカにしてるわけじゃないと。うん。それと同じです。うん。いける？はい。はい。行きましょう。はぁ、あ、もうあかん。ギリギリ。細田守。ブー。キキー大事故あー、いやー、悪ない気もしたけどなぁ。近いわ。ブーンまでは、めっちゃ良かったな。え、ないっけ。はぁ、あ、もうあかん。ギリギリ。細田守。ブーン。キキー大事故うわぁ、やっぱ大事故がな、大事故のとこでほんま、ドーン。キーの来てたら、大爆笑やな今の、うん、惜しい。ブーンキキーが良すぎたな。ブーンキキーはアクションとしていいな、うん、めっちゃ期待したかったもんな、うん、別に一回誰かがやってもいいぐらい、うん、ブーンキキー次回とはブーンキキー、うん、ブーンキキーから行く、あー行ける。ブーンキキーの別パターンみたいな、うん、じゃあちょっと次とは最後でブーンキキーは固定でお願いします。まあブーンキキーの後やったらもうほんと何言ってもな、何言っても結構おもろなるからな、気するな。いや、なんで車で行ってまうのって感じだな、逆に。ブーンレズがその遠すぎたから、あ逆に近い、一回近づけようっていう。試してみたいな、その近いパターンを。確かに。うわどのキャラで行くかな。どういう内面の人で行くか。うん。てか、お前の T シャツやばいだろ。なんでお前の T シャツいつも動物おんねん。ほぉ。これ何ウグイス？シマエナガちゃん。シマエナガ、なんでお前上も下も動物やねん、いつも。まずこの構造なんなこれな、サイドがでもスリットになってて、ここに貼ってあるっておしゃれやんな。そう、重ね着風ってことやな、うん、ピンクでいいよな。これはなんで手に入れたの？これもプレゼント。そうですか。お視聴者さんはもう僕の趣味を、そうはいいって思って行きましょう。では行きます。2ブロック、どうも2ブロックボーイズのピクルス。おまんじゅうブーンキキー3年目あーでもいいんちゃう。ブロックボーイズの3年目か。ピクルスとおまんじゅうと3年目あー悪ないな。でもさっきの方がさ、ブーンキキーの期待感あったな。うん、そうやな。うん、2ブロック、どうも2ブロックボーイズの。じゃあちょっとほんまやな、もうちょっとハイテンションの方が良かったか。ブーンキキーにするんやったらそうやったんかもしれん。ほんまやな。3と1、2の相性も結構ある。あるあるある。むずいね。トータルの尺大事なんじゃ。大事かもな、うん、長すぎてもやし、うん、うわむずいなこれ。挨拶深い。でもなんかいいなって思うときはいいなってなるもん。あとピクルスとおまんじゅうで食べ物でかぶったのも。いやーそれよくないな。ちゃんと反省あんのおもろ。あかん。よくできました。はい、じゃあお願いします。ナマステナマステ、インド人です。ひらりひらりちょん花びらひき肉です。あれあれあれはぁどう。いやいやいや面白いけど、一回そのひき肉を使ってみて、はい、1、2を検証してみようやっていう。あ3にひき肉が来た時に1、2はどうやったんやっていう。なんか全然良くなかったね、ほんとに。何やっけ。ナマステナマステ、インド人です。全然あかんかった。まあでもそのボンジュール急ぎ着ですみたいなことやけど、うん、でもより弱いもんな、うん、ナマステとインド人がもうだってぴったり一致しちゃったやん。ほんで何やっけ。ひらりひらりちょん花びらです。一緒やん。一緒やん。100ぴったりのやつ問いと答えが一緒のやつ言ってるやん、うんうん、ヘテニコです。全然あかん。一
チに用ないな悪かぶり失敗作失敗作やないいなでもひき肉さんすいません路頭に迷ったわいろいろ掴んだ感じしたのにな、うん、もっとやろう、うん、これでも踊り場よ多分あっかむずまた多分成長するとき来るから、うん、はいいけるはいはいいきまーすパシャパシャシャッターチャンスの2軍ですデブ汗かきやすいヤマトポテチダメ何だっけ全然ダメやなパシャパシャシャッターチャンスの2軍いいよデブ汗かきやすいヤマトこれ用ないこれ用ないこれ用ないこれも用ないこれ用ないでポテチこれ用ないまず口笛下手すぎちゃんと出へんかったなんで口笛そんな下手なの俺がさ滑るのはさまあええよまだ2はセーフ、うん、3次第やねんな3で口笛がならへんくて変な感じになるいろいろ考えてたのに、うん、あなた交代交代あかん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 いい流れがなよくなったな、うん、ここ2回3回ぐらいで3やねん3やな3なんすよ攻めるわいいねいやそれ大丈夫いけますか。はい。オッケー。じゃあいきます。いやっほー。ジャスミン。ボルダリング。ワンワン。猫。すっごお前。すっご違うかったら言ってもちゃうぞ。お前最弱のずらししやがって。こんなもんすひき肉なんて。そうやな。でもワンワン猫やったら面白いな。ジャスミンとボルダリング近いけど猫がおることで気持ちいいな、うん、ナマズと右足みたいなもんな、うん、ジャスミンとボルダリングが、うん、ひき肉やひき肉が猫、うん、いいですね、うん、あ面白いわいい調子戻ってきた、うん、ガチャ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 密室ちら二度見テラ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 エンバペエンバペと二度見と密室全員2個ずつあったなうんあかんしかもここ2人はマジでまた全く一緒じゃなかったうんガチャガチャガチャ密室二度見いやそのインド人と花火の時と一緒やあかんあかん別に一人目がナマズでもいいねんからいやそうやトアが二人目の時はトアがやるから、うん、やらんでええねんや、うん、俺そうほんまや行かへんからトア2でも押すからうん今まで1位何何やろドリルヘッドアイカーもよかったしフェンレッドよかったしうんよかったなそれよかったなじゃあいいの出そううんうんいけるうんよしじゃあ行きましょうかはいどうも、クリームです。ドゥルルルルルマンゴーヘッドアイカは X! え、結構好きやけどな。手が長いのがありがたかったね。そうやな。確かに。うんうん。何やっけ。どうも、クリームです。ドゥルルルルルマンゴーヘッドアイカは X! いや、結構ええやけど。ほぼひき肉みたいな。X! ひき肉の盾。X! まとまりはいいな。まとまりよかったよ。うん、ローハイで短めっていう。うん。一番本家に近いじゃん、下手したら。やっぱバランスええねん。何やっけ、もう弱すぎて。どうも、クリームでーす。何やねん、ここへ来て、急に全然味ないやつ。急に一番味せんやつ。いやでもこれ、1がもし、味あったら多分まとまりよくならんから。そうやな、今のやつは、1が味なくて、2が長いっていうのが良かったよ。そう。何やっけ、2。ドロロロロロ。マンゴーヘッドアイカは何やねんそれドリルヘッドだっけ何がちゃうねんドリルヘッドのここマンゴーになってるドリルヘッドアイカがドリルをマンゴーに付け替えた時の名前ドリルヘッドアイカも追ってそうありきやんありき、うん、アイカワやんじゃあそうアイカワがいろんなこの武器を付け替えるよっていう、うん、そういうキャラが一人おってもいいな確かに、うん、決まりました今日一番良かったやつ、はい、これから来週チャンネルは挨拶これでいきますはいよろしくお願いしますよろしくお願いしますマグマのグラウド優しさドゥルドリルヘッドアイカワよろしくお願いします。